ルンナがルル果てに戦没飛行予備学生の手記は、大学、高専を卒業もしくは在学中の1943年9月に、第13期海軍飛行専修予備学生として30、または土浦の両海軍航空隊に入隊して亡くなった、神風特別攻撃隊の青年たちを中心とする移行州である。本書の発行は1952年。版元は、 後に出版共同社の社長となる、福林正幸が当時経営していた日本、出版共同株式会社。本書は、社団法人白鸚遺族会によって編集され、観光に向けて、第13期を中心に、各期の海軍戦没飛行専修予備学生の遺族、関係者から450、通余りの遺書、遺影、遺文が集められた。小形通る、上島俊、則、小型城、 上島孝二郎、西田隆光、上村正久、小島博士らの遺構60数編が収録されている。白王遺族会の杉昭夫初代理事長による、助では、学徒兵の指揮集の先駆けとなった、聞け和田罪の声と、同盟映画とは立場をことにすることが表明されていた。西田隆光の鹿野屋基地からの出撃を見送ったという。 当時、海軍報道範囲で作家の山岡総八に対する、謝意が付加されている。本章をもとに、1953年、八木康太郎、家白美代子、直井金也が脚色、家白美代子が監督、茂宗プロイコール新世紀映画制作、小畜配給の映画、運河がルル果てに、が制作された。レコードハット ABCDE。 運河がルル果てに戦没飛行予備学生の手記、女1946年11月9日、東京築地本願寺での第1回の慰霊法要に集まった第13期の戦没海軍飛行船種予備学生の遺族と生存する同期生によって第13期遺族会として結成されたが、後に第13期だけでなく各期に拡大し、白王遺族会と解消。 1951年に厚生省より社団法人としての認可を受けた。毎年春と秋に靖国神社での慰霊祭を行い、1995年に法人として解散し、東京白王遺族会、関西白王遺族会などの地域ごとの任意組織に分割祭発足した。関西白王遺族会とは関西白王遺族会、鈴木とみ郎ぶろ参照。 ありがとうございます。